どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、アメックスのクレジットカードの限定オファーのキャンペーン解説、それとですね、 ANA のね、トクタビマイルキャンペーンが先日よりね再開されておりますので、こちらね2つ合わせてね解説やっていきたいと思います。 ANA トクタビマイルキャンペーンのね解説動画だけ見たいっていう方は、こちらの動画の概要欄にね目次つけておりますので、そちらでね秒数飛んでいただければ、そちらにね一気に行くこともできますので、その点ね覚えておいていただけたらなと思います。まずね、アメリカンエクスプレスの限定オファーなんですが、皆さんね、アメリカンエクスプレスのクレジットカードを持たれている方は、今すぐねアメリカンエクスプレスのスマートフォンアプリでいいので、ウェブでもいいんですけども、確認いたしましょう。確認方法もねちょっと後ほど紹介しますけども、一応ね今回のキャンペーンは先着っていう風になっておりますんで、確実にね確認はしていただきたいなという風に思います。7月に入ってですね、アメリカンエクスプレスねかなり本気を出したキャンペーンで、ね、おりまして、一応ね先着という風になっておりますんで、この電話ね、ご了承ください。1つ目ですね、期間中、3万円ごとに、5000ポイント、最大6万円で、1万ポイントがもらえるっていうねキャンペーンが来ております。対象期間は2020年の9月30日までということで、先着は10万名様というふうになっております。こちらのキャンペーンはですね、 ANA アメックスゴールドにね、来てるキャンペーンが、多いというふうに情報を得ておりますので、もしかしたらね、他のクレジットカードでも来ているかもしれませんが、一応ね ANA アメックスゴールドね、保有されている方はね特にチェックしていただけたらなというふうに思います。このキャンペーンねかなりすごいですよね。6万円で ANA アメックスゴールドであればね、1万ポイントということなんで、そのまま1万マイルっていう風になりますからね、6月中旬までね、アメックスのキャンペーンと ANA のね、キャンペーン全部入れたら、10万3000マイルのキャンペーンっていう風になってたんですけども、もしこのオファーがもし来ていたらですね、11万3000マイルにこの獲得キャンペーン化けるわけなんですよね。ですので、かなりすごいキャンペーンになりますよね。次にですね、アメリカンエクスプレス、トラベルオンラインで国内ホテル1回2万円の予約で、決済時にね、キャンペーンコードを入力すると1万円オフっていうね、キャンペーンが来ております。こちらは最大3回までね、利用できるということで、2万円のね、予約で1万円オフっていうね、かなりすごいですよね。対象期間は2020年の7月1日から2020年9月30日までということで、こちらね、先着はね、2500人までの予約っていう風になっておりますんで、こちらもね、ちょっと2500人ということでちょっと少ないんですけども、事前決済場合のみ対象で、利用できますので、ぜひね、チェックしていただけたらなというふうに思います。で、こちらのキャンペーンの、オファー自体は、アメックスプラチナクレジットカードにね、来ている方が多いみたいなので、アメックスプラチナね、持たれている方はね、ぜひ確認していただけたらなというふうに思います。次にですね、マリオットボンボイホテル、事前登録の上に9月22日までにホテル利用で合計6万円利用すると1万円キャッシュバックっていうね、キャンペーンが来ております。こちらは上限は2万円までというふうになっておりまして、マリオットボンボイホテルのね、宿泊に対してのキャッシュバックということで、かなりすごい、キャンペーンですよね。こちらは、先着1万5000名までというふうになっております。こちらのキャンペーンの対象クレジットカードなんですけども、デルタアメックスクレジットカード、ANA アメックスゴールド、アメリカンエクスプレス一般カードの方でね、来てる方が多いみたいですので、もしね、保有されている方は、確実にね、チェックしていただけたらなというふうにに思います。今回ね紹介させていただいたアメックスのキャンペーンなんですけども、どれがどのクレジットカードにどのキャンペーンが来てるかね、正直全然わからない状態で、しかもこちら対象者限定のキャンペーンっていう風になっておりますんで、 URL 等々もね存在しないキャンペーンになっておりますんで、ご自身でね確認していただく以外にキャンペーンのね確認方法ありませんので、アメリカンエクスプレスのねクレジットカードを持たれている方は確実に、ね、チェックしていただけたらなという風に
思います。一応ね、このオファーの確認方法なんですけども、ちょっとスマートフォンの画面ここらに出しておきますね。ログインしていただいて、下の方にねオファーっていう項目があると思うんですけども、そちらクリックしていただくと今回ね出てくるようなキャンペーンが表示されますので、そちらね見ていただけたらなというふうに思います。まあ難しくないのでね、まあ、エントリーさえできればね、誰でもすぐ見れると思いますので、確実にねチェックしていただいて、今回のキャンペーンは先着順っていう風になっていることが多いですので、確認ね、確実に行っといてください。いや、7月に入りですね、アメリカンエクスプレスのキャンペーンがねこんなに一気にね続々と来たので、正直びっくりしてるんですけども、これからね、まだ出てくるかもしれないですし、今現時点でこのオファー自体が、出現してない人もアメックスのねこのキャンペーンっていうのは後からね対象になる場合がありますので、しばらくの間定期的にねチェックしていただけたらなというふうに思います。それではね、次に ANA のね特旅マイルキャンペーン解説させていただきたいと思います。いやー、やっと再開されましたね。2020年もね継続してこの特旅マイルキャンペーンね行われるっていう風になっていたんですけども、新型コロナウイルスのね影響で中止されたわけですけども、7月1日よりね特旅マイルキャンペーンね再開ということで、ちょっとね新型コロナウイルスの新規感染者はね、まあ、日々増えてきていて不安あると思うんですけどもね、一応自粛が解除となりましたのでね、動画解説ねやっていきたいと思います。 ANA のね特旅マイルキャンペーンっていうのは、まあどういうものかっていう話なんですけども、特旅マイルキャンペーンっていうのは本来の必要マイル数よりね少ないマイルで利用できるインターインターネット限定のねキャンペーンという風になっております。2020年もね行われるということで、基本的にはお盆あと年末年始を除いて毎週ね行われるっていう風になっております。まあ私の方でもですねできるだけ発信ね一緒にしていきたいと思うんですけども、もしねこの休みで絶対利用したいみたいな方はですね、定期的にねのサイトをチェックするようにしてください。でこちらのね注意事項、一応注意事項になるのかな、片道ね3000マイルから利用することができて、片道発券ももちろん利用することができます。空席があればですね、前日でも利用予約可能というふうになっておりまして、対象路線ね必要マイル数は搭乗の2日前、夕方の5時頃に発表されるっていうふうになっております。で、予約変更についてはキャンペーン期間かつ、同一路線のみ、可能というふうになっておりまして、キャンペーンの対象期間以外はですね変更不可という風になっておりまして、払い戻しはね未使用に限り1人ね3000マイルからキャンセルすることができます。でこちらねキャンペーンを適用するにはですね1区間ごとの予約がね、まあ、必要という風になりますので、こちらもね合わせて覚えておいていただきたいのと、こちらねインターネット限定のキャンペーンという風になっておりますので、 ANA のねデスクで発券するのはね基本的に NG っていう風になっておりますので、その点もね覚えておいていただけたらなという風に思います。で実際に予約する場合ですね、最後にちゃんとねキャンペーンマイルがね適用されているかどうかっていうのはね確実にチェックしてから発券するようにしてくださいね。今回のね対象路線は13路線ということで、やはりね今までの特旅マイルキャンペーンにしてはかなりね少ない路線数というふうになっております。それではね対象路線ねこれにバンって出しておきますけども、毎回ね言わせていただいてるんですけども、この画像をね作らせていただくためにね毎回ね動画を出させていただいてるっていうのは、ね、言ってもまあ過言ではないっていう感じで、特旅マイルキャンペーンのねサイトなんですけども非常に見づらいんですよね。本来の必要マイル数の記載もないですし、あとねマイル数でね画面が切り替えるみたいな感じになっておりまして、本当にこの点だけはですねちょっと見づらいので、まあ、毎回ねこんな感じで、まあ、一覧で見れる方はね便利かなと思ってねこんな感じで動画出させていただいているわけなんですけども、今回のね、おすすめ路線としてはやはりね、まあ、北海道沖縄路線ですね。東京千歳7500マイル、伊丹沖縄7500マイルということで、まあ、本来ね7500マイル区間がね4500マイルでね行くことができますし、北海道、沖縄ね沖縄へ行かれたい方もねかなり多いと思いますので、ぜひね積極的に狙っていただきたいなと思うのと、6000マイル区間はね全て3000マイルということで、本来ね片道でかかるね必要マイル数で往復できてしまいますんでね、こちらもね合わせて狙っていただきたいなっていうふうに思います。いかがだったでしょうか。
か、今回はアメリカンエキスプレスのクレジットカードの限定オファーキャンペーンと ANA 特旅マイルキャンペーンをね合わせて解説させていただきました。アメリカンエキスプレスのキャンペーンはねかなり激アツになっておりますので、間違いなくね確認だけはするようにしていただいて、もし来ている方はねエントリーは確実にするようにしてください。またね、特旅マイルキャンペーンね、やっと再開されましたので、自粛してた分ね旅行にお得にも使えますので、ぜひね利用してみていただけたらなというふうに思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしていただけるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、クレジットカードお得情報、マリオットボンボンホテルのことなんかね発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はぜひねチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。